タクで親番高橋になりました。いやこれだいぶ熱なってますね。これ熱なってる、はい、何者のティファールって呼ばれてるんですよ、はい、すぐ沸騰するんで。あー、なるほど、はい、何者のティファールで、何者のティファールやばいっすよ。あ、じゃあ今あの表情は冷静な感じでしたけども、かなりブチギレっすね多分これ。ああそうですか。一番麻雀で負けるパターンじゃないですか。いや、そうダメなんですよこれ、これなったら。なるほど、もうすでに冷静、とんにかくでも冷静さ書いてますからね、うん、ただまあえ、なんか少なくないですか。はい、あ、積もってなかった。商売上がり方式積もらずに切っちゃったんですね。積もらずに切ってしまったということで、この曲に関して今与那城は積もはいを戻して上がり放棄ということにどうやらなったようです、うん、完全に緊張してますねこれ。緊張してますね、うんうん、まあ今目の前でね、あの打撃戦を見せられたところにっていうのもあるでしょうし、まあ緊張もあって動揺もあってというような、いろいろ波乱含みなスタートとなりましたけど、そうですね。いや、この後果たしてどのような形になっていくのかというのが、はい、いや、まあ我々もね、もうちょっと追いついていかないというそんなところではあるんですけども、これツムマがね変わったんですよね。そうですね、変わりましたよね。これがまたどのような影響を与えるか、手塚がなんちゃのツムマを切ってね、はい、後ろが高橋のツムマが来た、うん、はい、これまあ普段まあ普通のプライベートの対局の中とかでもたまにこういうことが起こったりすると、ありますあります、はい、大敗勝敗はい、それで例えばこうツモが変わったりすることで、まあ私なんかも素人の考えなんですけど、結構こう今もなんかこうハイパイ悪かった人がいきなりそれでこう良くなったりとかありますよね。変わりますからね。さあそういった流れが果たしてできてくるのかどうか。やんめんは固定しましたね。あ、高橋に手が入ってくる。座布団なんですよね。ね、はい、泣くと安いんですけど、面前で仕上がると打点も見込みますね、うん、はい、まあ先ほどちょっとね1万2000点打ってるという曲でもあったん で、ね、ただ手塚もいい形になってきました。そうですね、手塚からはトンは出そうですね。そうですね、うん、いやちょっとこの解説席でもね、鈴宮プロがかなりこう、はい、熱くなってる感じなんですけど、まだ大丈夫ですよ。まだそうなんですか。まだこんなものが、あっとこれでやばいですね。純ちゃん三色も見える形になってきた。中月もカンちゃんが入りました。いいシャンテンですね。中月も勝負になってきましたね。はい、さあこの E1 真白はまあもう勝敗なので、あ、勝敗なので、はい、もうしっかりとここはダメージを受けないように、アッパイ残して、はい、どっちを切るか、中月はどっちを切るか、リャンマンを切って、うん、先リャンマン切りました、はい、さあこれでいい形になりましたね、はい、イーシャンテンは変わらずですが形が良くなりました。トンがいつ出るかですね、うん、そうですね、この手塚のトンですね、出ましたね、ここで出た、おーですね、仕掛けました。これ一回親番ですからね、一回上がって、はい、マッチは6球ピンです。一回上がりたいですね、ちょっと安心したいですね、うん、6球ピンいいマッチになってるんじゃないですか、うん、ね、バッティングがバラバラです。9ピンはここに2枚、手塚も仕掛けてもいいですね、仕掛けるでしょうね、これ、はい、純ちゃんドラドラ3色も見えます、十分な形、4ピン親の安牌でしょうか。リャンピン今キープした中月ですね、ある程度今のダブトンの仕掛け、あっとこれテンパイが入った、これまたうちのジュリコまたこれあれじゃん、9ピンと9ワン、9ピンはあれですよね、はい、大丈夫です。9ワンが危ない、9ワン危ない、もうこれ何、うわっとその9ワン、ちょっと待ってこれ、えリーチ一発純ちゃん三色ドラさん、いやこんなことあります、大阪がちょ、あーちょっと放心状態ですこれは、あー今買おうよ、ここは東京の厳しい洗礼をまずは受けたかという感じ、東京の人ちょっと、あーこの表情、ちょっといやこれもうこれはどうですか、思ってたんですよこれ、あーなるほど、鈴宮プロなんか先ほどからちょっと見えてますね何か、ちょっと